ちゃん、お待たせ。今日は待ち合わせしたんですけど、どこ行くんですか？ついに、あのフローズン2を見に行きます。イエーイ。日本語なんで、イエーイ。実はちょっと寄り道したいんだけど、はい、いいですか？はい、ちょっと素早く、後半がちょっと素早く、ちょっと10分、10分で終わる。わかりました。何ですか？ここに行きたいです。でこの中にそのアナと雪の女王2の関連セクション、はい、関連ブースができたみたいなんで、絶対ある。ちょっと見に行きましょう。ラプンツェルのあれみたいな。確かに新キャラ。確かにパスカルちゃんみたい。ああ、音楽も。ねえねえ、これ噂で聞いたんだけどさ。何これ？何これ？なんかほら、ここに書いてあるんだけど、これを手にガシャンってはめると、うん、なんかシューって出てくる。あの、なりきりセット？そうなの？でここスパイダーマンみたい。クリスマスの。プレゼントを意識したもうおもちゃたち。衣装もかわいい。子供もらったらもうさ、大喜びじゃない？ねえ、女の子はたまんないね。ほんだよね。これ、ともちゃん入んじゃない？もちろん。もちろんこれあります、ね。キッズサイズで入るんじゃない？じゃあ次のあの、あ、この、これサイズいくつ？わかんない。7、8歳じゃない？これで多分入れるよ。普通にさ、あ、これこれは無理か、さすがに。これはさすがにちっちゃい。これはさすがにちっちゃい。え、ちょっと当ててみて、当ててみて。あ、全然ぴったりじゃないですか、これ。でも背丈的に多分入るわ。もちろんアナもね。これはなんかあの前作っぽい感じね。どれどれ。あらほら。わあ。バレルもありますよ。キラキラ。可愛い。可愛いね。あ、これこの着方かわいいね。普通にかわいいわ。ではでは、こっち行きますか。はい、あ、こっち今か。
次のミュージックビデオにじゃあ衣装それにしよう。なんか一つ思ったんだけどさ、うん、なんかこういうさ黄色い箱とかって、うん、秋っぽいのね。っていうイメージ、なんか氷じゃない感じするね。え、まあ、すごい。ちょっと映画を見てのお楽しみだね。じゃあ映画行こうも。行きましょう。レッツゴー。ちょっとブルーでコーデ、ブルーでコーデ、さすがです、さすがです。やば、まだ映画館入ってませんけど世界観すご、写真撮れるじゃん、ホラーちゃん、イエーイ、イエーイ、ファミリー、見終わりました。パチパチ、イエーイ。どうでしたか。めちゃくちゃ満喫しました。最初から最後までもう目が離せない、もうハラハラドキドキが止まらない第2作目でした。どうでした。良かったです。映像がもうとにかく綺麗だし、本当にそう、1とはまた全然違う話で、違う、本当に違う話で、いやとにかくストーリー展開がすごい。私は本当に見てて、なんか小さい子供が本当についていけるのかなっていうぐらいの大人向けのストーリー化展開がされてて、もう常にハラハラドキドキ、そしてそのエルサとアナのヒストリーにも迫り、そしてなぜエルサはあの力を持ったのか、そしてなぜあのシスター2人生まれてきたのかっていう、そのお父さんお母さんにまつわる話も盛り込まれていました。ちょっとこれ以上は言えないけど、いろいろ盛り込まれててすごいの。もうハラハラとちょっと感動とワクワクが全部詰まってるような。そうなの、そうなの、子供向けじゃないこれ本当に。あと映像の綺麗さ、しおちゃんさっき言ってたけど、この水の動きの綺麗さとか自然の綺麗さとか、それが1よりかなりグレードアップしてました。だからそこにもぜひ注目してください。はい、まだ見てない人は劇場へぜひ過去と未来の話早くこのミュージックビデオやろうそれでやろう、ドローン飛ばそう、ドローン飛ばそう、もう氷の女王になろう歯がゆい、痛い